イングリッシュセターは、イギリスのイングランド原産のセター犬種である。世界で最も有名なセターン種であることから、単に、セターと呼ばれることもある。人猟犬として飼われることも多いが、ペットやショードッグとしても多く飼育されている。また、身体能力が高いため、ドッグスポーツにも使用されている。ラベラックが育て、後にルーウェリンの下で、チャンピオンとなった、カウンテスイギリスにおける、 セターの歴史は16世紀後半に遡り、ノーサンバーランド公爵がスパニエル系の犬を訓練し、獲物の鳥を見つけたら体を伏せて待つようにしたのが始まりという。大陸ヨーロッパでは16世紀前半から狩猟犬にセッティングやポインティングをさせる形式の狩りが流行しており、それがイギリスに伝播したものとも言う。この量では犬が獲物の匂いを追跡し、 発見すると、セッティングを行って主人に獲物の位置を知らせる。犬の主人はセッティングを確認すると、その方向へ投げ網を行って鳥を捕らえ、狩猟は完了する。17世紀以降、専用の犬種をセッティングスパニエルとして繁殖するようになり、様々な系統のセターがイギリス各地に広がった。 スパニッシュポインターや大型のウォータースパニエル、スプリンガースパニエルなどが荒廃されたと推測されている。両剣としての能力が重視されたため、外見は統一されていなかった。仮に銃が導入されるようになると、セターは、ポインターと同様に、立ったまま停止して、獲物の位置を示し、主人の合図で鳥を飛び立たせるスタイルへと変化した。19世紀には、セターの改良が、 盛んに行われたが、その中でもエドワード・ラベラックの育てた血統が、現在のセターの用紙に最も大きく寄与している。ラベラックは1825年に入手した2頭のセターから安定した美しい用紙の剣種を作出した。現在のイングリッシュセターの特徴的な毛色に、白地に細かい縁模様が散るベルトンガールが、これはラベラックの作り出した用語である。ついで、 アール・パーセル・ルーウェリンが、ラベラック系の中でも、狩猟能力に優れた個体を繁殖させ、優秀なセターを作り出した。ラベラックやルーウェリンの血統の犬は、人気があったため、自分の犬をラベラックセターやルーウェリンセターと称する、人も多かったが、その中には、実際には異なる系統のものも多く混じっていたという。1859年には、最初のイングリッシュセターのドッグショーが開催され、 北、アメリカにも輸出されるようになるなど、セターの人気は拡大した。ドッグショーが盛んになるにつれ、均等な取れた美しい容姿や温厚な性格から、ショードッグとして好まれるようになり、その姿をさらに美しいものにするために改良が進んでいった。その結果、ショータイプのセターとフィールド系のセターは別系統のものとして繁殖されるようになり、 それぞれ異なる特徴を持つようになった。日本でも実料券、ペット、小ドッグとして飼育が行われ、実料タイプと小タイプの両方の犬が繁殖されている。毎年国内登録が行われており、2010年度の国内登録等数順位は134位中117位であった。 小タイプフィールドタイプ対抗を押す65から6 8ンチメートルメス61から6 5トル体重25から3 0ラムの大型犬で、筋肉質の体つきをしていて、背は平らである。フィールドタイプは、小タイプよりも小柄であるのに対し、小タイプはより細身である。耳は垂れ耳、尾は、垂れを。コートは、 ウェーブがかった柔らかいロングコートで、ショータイプは特に紐が長く、体の下部や、お、電部には豊かな飾り毛がある。毛色はホワイトをベースとして、ブラック、タン、レモン、ブルーなどのいずれかの単色のブチが入ったもの。この毛色のことをベルトンと呼び、入る色に応じて、ブラックベルトン、ブルーベルトンなどと区別される。性格は素直で音は明るく人懐っこい。 しつけの飲み込みや状況判断力が良く、有効的で他の犬や人とも仲良くできる。水遊びが大好きで、狩猟本能が高く、獲物の匂いを追跡したり、ボール遊びをすることなども大好きである。運動量は非常に多い。比較的効率で先天性の視覚障害や聴覚障害が起こることが知られている。また、アレルギー性の皮膚病の罹患率も比較的高い。 ありがとうございます。